はい、ここで、バイパスというか新しい142円分岐ですをあえてこちらの今通行止めというところへ入りました。こっちも142号です。でこの先左側が下社の御柱の木落とし坂、ここですね。雪は残ってない。で右手が河原の有料観覧席、一度発売をしたようですが、発売とか販売をしたようですが、コロナで山出しがトラック搬送になってしまったため払い戻しをしたようですね。どっちみちあるか、八島線も通行止めなのかな。はい、今ナビが悩んでますね、真剣に。どうしようどうしよう。はい、こちらの方の代替ルート出しましたね。あれ、これ工事用信号。ああ、手動で止めてたんだ。河川の改修維持工事、あそこのクレーンがそうなのか。これは災害通行止めとは関係なく、あれ、なんか支障か。警備員の無線拾ってその音が、ここで星ヶ丘の方行けって言ってますけど、前の車がどんどん行くんでついてってみようと思います。うっかり通り越しちゃいましたが、さっき右行けって言ったあたりが御柱の山出しの引きつける締め掛けっていうところで、ここが里引きの引き出しをするところですね。ここ8本の柱が曳行されていきます。あれ、手こ棒が。そこから通行だな。ちょっとここで春宮の境内の方へ降りる道へ入ればいいんだ。旧道は通れる。本柱もここから入ります。あら、よいて御所つってここ曲がって順次には行かれます。はい、もう博天、あ、天白。あ、ここは仮設トイレを置くとこだな。里引きはできるといいんですけどね。で、どこだ、ここだ。ここで春宮の境内の木落としをします。これ結構急な崖なんですけど、まあ距離は短いですけどね。で、このままあれだな、ぐるっと回って春宮大門出ちゃえんかな。でじゃあ春宮大門方向へ、秋宮へは行きません。まっすぐ行けば秋宮。なんかやっぱ通行止めでもちゃんと代替ルートというか生活道路は確保されてるな。はい、ここが春宮の境内入り口。
御柱、秋宮の御柱はここを栄光されていきます。これなんだ、下馬橋って言ったっけ。これ動かないんですよね。とにかく動かない、とにかく動かない。この道いっぱいに人が溢れるんですけど、今の状況だとちょっと厳しいのかな。あの先に春宮の鳥居が見えてます。で、あの鳥居のところが国道20号。御柱の時は国道20号完全に通行止めになっちゃいますからね。はい、では春宮大門の鳥居をくぐって御柱はここ直進します。で、ここですね、ここを左へ曲がって先駆け町へ入っていきます。じゃあこれで御柱街道とはバイバイです。うちの地区の御柱の里引きの御柱のお宿がさっきの交差点を右に曲がったちょっと行ったところに設定されます。